のぞみ。のぞみ、第18号科学衛星、計画名プラネット B は、宇宙科学研究所によって打ち上げられた、日本初の火星探査機である。1998年、平成10年7月4日午前3時26分、日本時間に、ミューファイブロケット3号機により打ち上げられた。小中学校の教科書に取り上げられるなど広く、国民の期待を集め、火星へ、 1> 約1 0 0 0トルまで接近したものの、最終的には火星周回軌道への投入を断念した。火星の上層大気などを観測することを目的としていた。観測機器としては、カメラのほか、磁場探査機、電子エネルギー分析機など、合計14種類の機器が搭載されていた。この機器類で15項目の観測を行うことを目的とした。 アメリカ合衆国などが推し進めていた火星の地形観測よりも火星の磁気圏や上層大気の調査を主要な目的としていたことが特徴であった。プラネット B の研究は1980年代から始まり当初は金星を目指す予定だった。しかし1988年に打ち上げられたソ連のホボス2号が通信途絶の直前に 火星から太陽と反対側に向かって酸素が流れ出していることを観測し、火星の化学調査の機運が高まった。そのため、プラネット B の目標も火星へと変更された。1992年から開発が始まり、1996年の打ち上げを予定していたが、ミューファイブロケットの開発が1年遅れることが分かり、 火星と地球が最接近する1998年に打ち上げが延期された。1998年という打ち上げ時期は火星と地球の位置条件が初期予定より悪いためスイングバイによって加速を得る軌道を設計した。1998年7月4日に鹿児島県の鹿児島宇宙空間観測所より打ち上げられ2度のガッツスイングバイと地球パワードスイングバイにより 火星を目指した。飛行中、月の裏側の写真を撮影している。月の裏側を撮影した国はそれまで、旧ソ連と米国しかなく、日本は、月の裏側を撮影した3番目の国になったという、成果もあった。ところが、完全な自律制御によって行われた、パワードスイングバイで、予定の速度を得られていなかったことが判明した。これは、 燃料の逆流を防止するバルブの開放不良によるものであった。ひとまず火星周回軌道に達するのに必要な速度をスラスター噴射により確保し、これに対応するため軌道の再検討を行った。そして地球と火星の間の空間を参集させ、さらに二度の地球スイングバイによって火星に届けるという過去に例のない軌道を取った。結果、 予定より5年遅れで2004年の火星到着を目指すこととなった。予定外の長期間飛行を続ける間、望みは深刻な故障に見舞われた。通信機能の大部分は使用不可能となり、現在位置を送信するビーコンと受信機能しか動作しないという状態にまで陥った。また、2002年4月25日から26日の間に何らかの原因で電源に、 ブレーカーが作動し、ヒーターが作動しなくなったことから推進剤が凍結、軌道変換の噴射ができなくなった。アイセスは十数年に一回起こる強力な太陽フレアの直撃によって、電源系統の一部が、ショート、保護回路が動作し一部システムに対する電源投入が不可能となったと報じた。しかし太陽フレアが起こったのは十一日、望みに届いたのは十二日で、この時に、 ノイズが確認されたが、25日にはすべて正常に、作動していた。そのため、最終的にはフレアが、直接的な原因であることは否定された。通信途絶寸前となった望みの状態を知るため、後に、1ビット通信と呼ばれる、通信方法が発案され実行された。それは、望みの状態をイエスかノーで、望み自身に判定させるコマンドを地上裏送信し、 それに対して、のぞみがビーコンのオンオフだけで回答するという通信方法である。これは一度の通信に30分を要する作業であったが、一応は、のぞみの状態を把握することが可能であった。また、ヒーターが作動せず、噴射ができない可能性があったものの、のぞみが地球に接近し、温度が上昇したため推進剤が溶けた。そこで、 スイングバイを行うための長いやりとりの末、2002年12月21日と2003年6月19日の2回に渡る地球スイングバイを成功させた。2回目のスイングバイ後に、望みの軌道を推定した結果、2003年12月14日に火星から 894km の地点を通過することが確定した。望みは火星へ接近する軌道に投入されたが、 電源系統は回復しないままだった。電源を入れ続けることで、ショート箇所や聞き切るという復旧案が計画された。そのため高速で電源を ON にするプログラムが作成され、7月5日に望みへ送信された。この連続電源 ON のコマンドは1億2000万回実行されたと言われている。7月9日には望みからの電波が途切れた。 これは電源を ON にした際に発生するノイズによる誤動作であり、予期されたものだった。しかし、これ以降望みからの電波は途絶えたままとなり、地球から一方的に電波を送るだけとなってしまった。火星到達の半月前になる11月半ば、一部では、まさしく火星に衝突するかのような報道がなされたが、このまま進むと予測通り12月14日に、 火星から8 9 4トルの地点を通過することになっていた。復旧のタイムリミットは火星周回軌道への軌道変更の準備時間を見積もって12月9日とされていた。この時点で望みからの電波が回復していなければ、スラスターを噴射して火星への接近距離を少し離す処置が検討された。これは 宇宙空間研究連絡会議による世界的な取り決めに従って、殺菌消毒を施していない機器は打ち上げ20年以内に火星衝突する確率を1%以内に抑えるためであった。軌道設計チームは12月14日の火星再接近後も望みを生かす軌道を検討したが、どの軌道でも衝突確率が1%をわずかに上回る算となった。 タイムリミットである12月9日、最後までのぞみからの電波は届かなかった。その日、衝突回避のための弱い噴射を行うコマンドが送信された。12月14日午前3時42分、のぞみは火星から約 1000km 上空を通過したと推測されている。この時、機器類が正常に作動していれば、火星表面の写真を自動的に撮影したはずである。無論、 それは望みに記録されるだけで地球には送信できない。12月19日に望みは軌道のずれが地球から観測できる領域を超えたため、12月31日に望みの方向へ電波発信を停止させるプログラムを送信し、望みは観測機としての一切の機能を停止、ミッションは終了した。望みは今後、 数億年にわたってて火星ととほぼ同じ軌道を回り続けるる。考えられている当初、火星軌道投入の直接の原因は、十数年に一回といわれる強力な太陽フレアによる電気系統のショートと保護回路の作動とされたが、前段に適述されているように後に否定されている。実際の原因は、アイセスにもわからないのが現状のようである。 最初のパワースイングバイにおいて燃料逆流防止バルブが正常に解放されない動作障害が確認されているこのバルブは1992年打ち上げのマーツオブザーバー米失敗が燃料の逆流によって爆発したと考えられたことで設計工期に追加されたものだったバルブの追加が本当に必要だったのかについて検討がなされたものの明確な結論を挙げていない また、小型の機体に14種類もの観測機器を積んだ基本設計そのものに無理があったとも考えられる。日本初の本格的惑星探査であるからこそ、観測機器を減らした分の重量を燃料や予備の制御層に振り分け、信頼性を向上させるべきではなかったのか、あるいは、ハレー彗星を観測した先駆け、彗星のように2軌道時に打ち上げて、 探査自体の成功率を上げるべきだったのではない、といった意見もある。実際、アメリカやソ連でも初期の惑星探査で2記同時に打ち上げられることが多かった。一方で、当時の状況では一気に多数の観測機器を積まざるを得ない面もあった。宇宙科学研究所の予算では、ミューファイブロケットの打ち上げは1年に1回で限界で、スケジュールは数年先まで埋まっている。 火星探査の機会は、計画が進んでいる。望みしかなく、次の計画はいつになるかわからなかった。事実、再び火星探査をという声はメロスなどそあ後も何度か上がっているが、2010年代初頭において、正式なプロジェクトとして認められたものはない。仮に、そのような計画が認められたとしても、実際の打ち上げまで最低でも10年近くかかししまう。そのような状況から、 様々な研究団体が次々に望みへの観測機器の搭載を求め、それに応えた結果、小型の機体に14種類もの観測機器を積む事態になってしまったと言える。大型の H2 ロケットを使用すればよかったという意見もある。小さな MV を使用したことで探査機に過剰な小型化、軽量化を敷いたのではないかという意見である。しかし、 計画の始まった1992年の時点で HE を打ち上げていたのは宇宙開発事業団で ISES とはまだ別組織だった。仮に組織の壁を越えて使えたとしても HE の打ち上げ費用は1992年当時で1期180億から200億円で予算が年200億円程度の ISES IS が HE を使用するのは現実的ではなかった。 当初の計画目的を果たすことは叶わなかったが、望みの失敗から挨拶は、数多くの新宇宙探査の教訓を得た。川口純一郎をはじめとした、軌道計算チームの粘り強い軌道検討、1ビット通信、という極限での通信確保のノウハウなど、これらの経験は小惑星探査機、早草に生かされ、将来の惑星探査にも活用される。望みの失敗当時は、 ギリギリまで運用が続けられたことに対して予算の無駄遣いだったという批判もあった。その運用実績がハヤブサに生かされるという挨拶の主張についても論点のすりがいだと批判する宇宙アナリストもいた。しかし結果としてハヤブサは通信途絶など度重なるトラブルを経ながらいつ壊れてもおかしくないギリギリの状態で地球機関を果たしており、 望みの極限状態の運用経験は十二分に生かされる形となった。望みには日本全国から寄せられた名前が搭載されていた。これは多額の費用を必要とする火星探査に国民の理解を深めてもらおうと宇宙科学研究所の広報を担当していた的川康則教授があなたの名前を火星へというキャンペーンとして提案したものである。 2トル6トルに書き込まれた各人の名前を縮小コピーして、アルミ板に焼き付けて、望みに載せるのである。1万人分も集まれば良いだろうと見込んでいたが、実際はそれより少ないと予想していた。応募は実に27万694人分、動物も含むにも及んだ。応募のハガキは打ち上げ直前の1998年の年明けから1日平均500通。 多い時で4000通が宇宙科学研究所に届いた。宇宙科学研究所では全職員に協力を要請し、連日レニア、ハガキから名前を切り抜く事態となった。応募された名前のすべては 4cm3cm のアルミ板20枚に焼き付けられた。このアルミ板は望みの回転バランスを調整する重りとして組み込まれ、宇宙へ送られた。ハガキには、 名前のみならず、宇宙科学研究所や望みへの応援であったり、名前に込めた応募者の思いなどが書かれていた。また、このアルミ板には、望みの科学主任で打ち上げを前にして亡くなった、山本達人宇宙科学研究所助教授の家へも焼き付けられた。火星探査機としての役割を終えた望みは、この27万人の名前とともに、宇宙空間を飛び続けている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。